F3EF2 次期戦闘機開発が進む中、日本で、ハも、急速に開発が進んでいる。また、米英とも、共同開発で、F3 ステルス戦闘機開発が、急加速で進む中、F35A 戦闘機の新技術を目の当たりにしている。今回は、F35A 戦闘機のまた、別の使用方法を詳しく見ていきます。アメリカとの機体開発で、日本は F3EF2 戦闘機の二の舞かとも考えますが、それは全く違い、今回は日本独自に開発してるバーツ群を使用していきます。次期 XF9 エンジンなんかは、日英での共同開発ですから、第6世代のテンペスト計画でも使用されます。日本の F3 戦闘機は、第6世代になってくるのかな、ちょっと疑問に感じてきた。航空自衛隊は、24時間体制で、日本の領空を監視しています。全国をカバーする基地は、7カ所、領空侵犯の恐れがある他国の航空機に対しては、俗にスクランブルと呼ばれる緊急発進を行っています。このようなスクランブルに対しては、従来 F4EJ や F15J、F2 などの戦闘機が急行していたのですが、今後は、主力戦闘機 F35A ライトニングにも同じ任務を負うことになると予想されています。よく聞く言葉ですが、そもそも航空自衛隊のスクランブルというのは、命令が下った5分以内に、常時、離陸可能体制で2機が控えていて、領空侵犯機へ向けて必要な措置を取れるように、自衛隊法84条によって運用されています。歴史的に見ると、第二次世界大戦後の東西冷戦時代には、旧ソ連、現ロシアの航空機に対するスクランブルが大半でした。1976年、昭和51年、アメリカへの亡命を企んだ旧ソ連のベレンコ中尉が、MiG-25 戦闘機で、日本の領空に入り、函館空港に着陸したという事件がありました。領空に、不審な航空機を発見した時点で、空自の戦闘機は千歳基地からスクランブルしたそうです。ところが、空自のレーダーをかいくぐり、MiG-25 戦闘機は函館空港へ着陸してしまいました。この事件で、日本は領空への防衛体制を強化し始めたとも聞きます。このように、以前は、対旧ソ連が多かったスクランブルですが、平成27年、2015年以降は、中国機に対するものが多くなってきました。こういった傾向は、現在の中国の状況を考えると、領空侵犯も多くなると思われますから、今後も一層強まっていくと考えられます。嫌ですね。前述の F35A ライトニング2が、任務に従事することになったら、日本の情報収集能力は飛躍的に向上すると思われるのですが。というのは、F35A ライトニング2には、非常に優れた光学センサーシステムが実装されているのです。これによって、機体先端下部にある赤外線クラッシュカメラを通して、はっきりとした画像データを入手できると期待されているのです。この赤外線クラッシュカメラは EOTS 電子光学照準システムと呼ばれています。これだけではなく、機体の6カ所に赤外線カメラをセットして、そのデータを一元化して、EODAS によって全方向を専用ディスプレイに映してみることができるというわけです。要するに昼夜問わず、しかも全天候下で視界が得られるという、高性能な赤外線映像センサーなのです。また、パイロットは、機体の真下でも、バーチャルで目視可能な革新的機能と言われます。F35A ライトニング2には、視覚が存在しない、
天使の目を持つと言われるのは、このおかげでしょう。このような F-35A ライトニング2の性能は、かなり応用が効くものです。戦闘機としての任務だけに限らず、将来的に空自の主力戦闘機になるので、非常に高性能な偵察機能を備えた機体として活用できるとも見込まれているからです。特に自然災害の多い日本の国情に適応した機能となることが期待されますし、そういった事態に即応して F-35A ライトニング2が出動し、被害状況などの収集任務に当たると考えられます。例えば、1995年、平成7年に発生した阪神・淡路大震災ですが、戦後初の大規模災害と呼ばれました。死者は6000人以上となり、2011年、平成23年の東日本大震災発生までは、戦後最悪の災害でした。大規模火災や地盤崩落、高速道路崩壊などインフラの被害も、凄まじいものがありました。しかし、当時は、前例や法的根拠がなかったため、自衛隊への出動要請が出されることはなく、陸上自衛隊の任意の行動によって、被害状況が撮影されるだけでした。自治体としてもどうしていいのか、判断に悩んだのでしょう。刻々と変わる事態に対応したのが、無償ボランティアの人々で、この年がボランティア元年と呼ばれるようになったのもこのためです。個々人の善意に頼る無償ボランティアより、こういった災害に対しては、まず国が動くべきだと思うのですが、どう思いますか？さて、こういった経緯の後で、震度5弱以上の地震発生時には、自衛隊独自の判断によって出動できることになりました。前日の東日本大震災や2016年、平成28年の熊本地震では、自衛隊の航空機が迅速に出動したことも記憶にあるでしょう。津波や被災状況を映した映像などに息を呑んだ方も多いはずです。ただし、熊本地震では、通常のスクランブル用の F-2 戦闘機が出動したのですが、この機体には、赤外線クラッシュカメラなどの装備はありませんでした。地震発生が夜間だったため、目視可能な確認しかできなかったと思われます。それでも、現場状況を迅速に把握するためには、パイロットの視界に頼るしかない出動であっても、貴重な活動と言えるでしょう。逆に、夜間の方が、火災や停電などの発生場所を把握しやすかったとも考えられます。F-35 戦闘機に関しては、2020年7月に追加発注した、1機あたりの購入価格が約240億円ということで、高額すぎると、批判する報道が多かったようです。今までの同期の本体価格が120億円前後なのに、いきなり倍増したように感じられたからでしょう。日本は A 型を国内で最終組み立てを行う方法に戻したので、単体価格は予定より高額になるとも言われています。購入数にもよりますが、近年のアメリカやヨーロッパ製の 4.5 世代戦闘機1機あたりコストは、機体価格の倍程度ということですから F-35 が特別高額とは言い切れないようです。とは言っても、巨額であることに違いありませんね。空自が当時最高性能を持っていると定評のあった F-15J 戦闘機を200機以上も保有していたことがありました。確かに、その当時は日本がアジアでの最大の航空戦力を所持していたのですが、今やご存知のように、圧迫を強める中国戦力に対して、日本は、数での挽回は、かなり困難な状況にあるというのが、
厳しい現実なのです。